書。毛筆で漢字や仮名を書くことによって表現される造形芸術。字の形、筆の運び、墨の色、全体の構成や配置、作品に現れる書いた人の風格など見どころが多く、それら全体が鑑賞の対象となっています。書の魅力ってどんなところですか？一度書いた線で素晴らしい線が出た、そうするとそれがまたその同じようにすぐ書けるかというと、もうなかなか書けない場合もあります。ですから私自身は精神統一と線の魅力と、こういうところでしょう。さまざまな手法、感性、アイデアによって生み出される書の作品。今回は芸術の秋にちなんで、書を鑑賞し、その見方や魅力の一端をご紹介します。今回訪ねたのは蔵前ギャラリー。昭和初期に建てられた商家と米蔵で、平成18年からはギャラリーとして様々な企画のアート展が催されています。今回は藤沢アートフェスティバルのイベントの一つとして、書家それぞれの仕事と銘打った書の展示会の期間中にお邪魔しました。しぐれね、お、美しい。そして春夏秋冬、それぞれの作品、墨の濃淡ですとか勢いっていうのが違って、どれも興味深くて面白いですね。藤沢市では歴史的文化的資源や景観などを保全検証することですとか、また市民の芸術活動を盛んにすることによって、郷土への愛着を実感できるような都市を目指しております。今回の藤沢アートフェスティバルについては、アート作品の展示であるとともに、蔵前ギャラリーや国登録有形文化財である旧金堂邸など歴史的建造物を活用し、その趣を生かしていただけるような展示をしていただくという取り組みのため、藤沢市でも講演をさせていただいております。10月5日まで開催されていたこのイベント、蔵前ギャラリーの独特な空間の中で、手法や作風が異なる9名の書家の作品が楽しめる展示会でした。どんな風にこう全体的には書というのは見ていくと、こう魅力が伝わってくるんですか？作家の書書きっぷり、書きっぷり、書きっぷり書きっぷりってあんまり聞いたことないんですけど、食べっぷりなんてよく言いますけど書く頃ね、書きっぷりの、それが書の中でこう現れてくるんですね。その書きっぷりを伝えたい。出展している書家の中から、この日蔵前ギャラリーに在館していた5名の方に、ご自身の作品の解説をお願いしました。まずは林さんの航路一点の雪。迫力があってかっこいいですね、一つ一つが筆をもうバラバラに痛めつけて、そのまま利用して、いわゆる書きっぷりをここで表したんですね。ここなんてだって筆がどうなっちゃってるんだろうっていう感じのあれですよね。なんかこういう場合は普通こう入ってくるんだけど、こっちから入れてガーッと押さえてパッとこう抜くんですね。で、この文字に対してこれがね、貧弱だとね、ここだけ痩せた字になっちゃうから、ここでグッと力入れて、でこれがいいやね、何とも言えないね、この線が、最後のこの線がいい。続いて為田さんの明子の歌。私の書いています、これは大字仮名っていうジャンルになります。で、変体仮名っていうのを使って、これ出だし、その子二十歳なんですけれど、その子っていうのを、ひらがなのそのじゃなくて、ところっていう字の草書、あれをそと使います。で、こののは農業の農の草書なんですが、のと使います。そんな風に音を字として使ってるのが
変体仮名なんですね。ここにどの字を使うと一番収まりがいいか美しく見えるかっていうところで、例えば見え方として、はい、その字だったらこの素を使おうかこちらの素にしようか、そういうことを考え、あるいは墨もここは濃く出すのがいいのか活筆で出す、活筆ってこうかすれなんですけれど、活筆で出すのがいいのかっていうあたりを考えて作っていきます。そして古庄さんの十二支、実を言うと家族の誕生の、 あの絵とを大きく描いてるんです。だからちょっとそれを頭に入れながら全体でまとめてみました。薄墨編、天書風ね、書いたりで牛がいて、タツがいて、あの羊、イノシシも楽しんでます。これじゃあお家に今後は飾るものですか？そうです、ずっとで孫ができたらまた違う絵とが出ますでしょ。あ、そうですよね、はい、そしたらまた大きな字が増えますね、はい、続いて橋本さんの楽。ちょっとあの色がゴールドのメタリックにあの墨をこう足しながらね、筆はあの蝶々穂っていいまして、長い細い筆ですね、バサッとしたところって柔らかいと出ないんじゃないかなって想像でしてたんですけど、あの普通の人が描くと全然出ないです。普通の素人が描くとそうなんですってただプロが描くと先生あの私なんかもね、はい、あの相当長い間もう30年40年やってやっと筆が自在というかね、ある程度ね描けるようになったということですよね。そして最後、宇佐美さんの個性連用。これはあの全体的に余白を生かそうかなっていう感じを、で白を少し多く取って、はい、作品を少し穏やかにさせると。ここの風なんかもちょっと一つ足りないように見えるんですけども、これは、空中書きっていうのもよくあるんですね。字々はよく全部ベタ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 書くんじゃなくてスッと入っていって、自分では頭の中に書いてるんだけども、はい、そこに出てきてなくてグッとこうここから思いっきりやってこう一気に書くっていうとかね。書家の皆さんの話を聞いていると自分でもちょっと書いてみたくなってきませんか？川上さんは名前の中から香るという字にチャレンジです。今回ご紹介しているのはアートの裾野を広げるため市内5つの会場で書や絵画、彫刻、本などを大々的に展示したアートイベント藤沢アートフェスティバルの書の会場。作家自身がゆっくり考えて作れる、そういう余裕がある町が藤沢であると思います。そして人々もあの温かい目を向けてくれていると思います。藤沢といえば文化都市、そういうイメージを持っていただけるようにこの展覧会を通じて貢献できたらいいなと思っています。合格だ。先生ちょっと今甘くなかった。大丈夫ですか？ありがとうございます。一番いいじゃん。本当ですか？うん、どう、お疲れ様。あ、出ました先生の合格があ暑かったね。はい、ご苦労様。ドーン、ありがとうございます、はい、芸術鑑賞は作者の制作意図が見えてくるとなお楽しい。皆さんもこの秋、いろいろな芸術に触れてみてはいかがでしょう。